こんにちは、ワールドリエイタスです。今日はですね、本当に久しぶりなんですけれども、セルフネイルの動画を撮っていこうと思います。イエイ。今回はちょっとパステル系の春ネイルっていうのをね、やっていきたいと思います。よかったら見てください。どうぞ。今日使うのはこちらの6点ですね。まずベース、トップ、あとカラーは4色使っていきたいと思います。まずはじめにこちらのマジカルプライマーを爪に塗っていきます。これは簡単で大丈夫なんですけど、これを塗ることによってネイルが剥がれにくくなります。結構これをね、つけるかつけないかでね、長持ち度が変わってきますね。そしたらこちらのベースのジェルを爪に塗っていきます。そしたら爪の断面もしっかり塗っていきます。こちらのホワイト、ちょっとパールが入っているタイプのものを爪全体にベースとして塗っていきます。これはほとんどベースになって見えないので適当で大丈夫です。断面も忘れずに、こんな感じになります。こんな感じで塗れたら硬化していきます。とこちらの3色でランダムにこうマーブルっぽくしていきたいと思います。結構適当にこんな感じで、こんな感じで適当にのせたら、この爪楊枝で若干ぼかしていきます。ちょっとニュアンスっぽくしたいので、混ぜすぎずに適度に自然にぼかす感じ。こんな感じです。これを全部の指にやっていきます。こんな感じでいいかな。ちょっと春っぽくなりましたね。硬化します。こんな感じに仕上がりました。あとはところどころにスタッツをつけていきたいと思います。スタッツをつけたい指にこちらのトップのクリアジェルを塗っていきます。珍しくね、パールをつけようかな。スタッツとパールをつけました。親指にはストーンを乗っけます。そしたらトップのジェルを全部の指に塗っていきます。硬化させます。はい、トップのジェルも硬化できました。こちらポリッシュリムーバーで未硬化ジェルを拭き取っていきます。あとは仕上げにこちらのネイルオイルを塗ります。はい、これで春のパステルネイルの完成です。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと女子っぽい感じのあのネイルにはなるんですけど、まあそんなに派手すぎずパステルなので私の肌にはあまり似合わないんですけど、ちょっと春のなんかイースターっぽい感じをイメージしてやってみました。ちゃんとね、サボらずにネイルをしっかりこれからはしていきたいと思います。結構ね、複雑に見えて簡単にできるネイルなので、ぜひセルフネイラーの方々チャレンジしてみてください。ということで、最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。